白襟キとは、スズメメヒタキ科に分類される鳥類の一種である。体長は、およそ13センチメートルで、重量は10から12グラムである。成長のメスは、オリーブ味のある肺化色である。オスは額、首、喉から腹が白く、腰も、少し白色がかる。頭、お歯、体うあつらなどは黒色である。翼は、風切り葉のうふくに接する縁が白色で、 それ以外は黒い。主に、フランス東部から東へイタリア、北、マケドニア、モスクワ周辺までの地域で繁殖し、アフリカ中南部で越冬する。主に、開けた森や湿った森林、サバンナ、樹木の多い公園などに生息し、落葉性の森を好む。主に空中を飛ぶ昆虫などの接触動物を接触しているが、種子や果実も接触する。 繁殖期は、地上3から32メートルの高さの木、壁や建物の穴などに、乾いた草や葉、茎でできたカップ状の巣を作り、1から9個の卵を産む。ヨーロッパ中部では4月中旬から7月上旬に、ウクライナでは4月下旬から産卵をする。ほとんどの場合は10から15メートルである。通常は五から7個を産む。AB、カジズ D ハビタットオアゾーミードだと、 MNHN、フィッシュプロジェリーコベムーシュアコリアフィッシュドーラアルバイコリス。インプン MNHN、2020年4月27日、閲覧。HBW アライブコラードフライキャッチャー。HBW アライブ、2020年4月27日、閲覧。ABCDE、バードライフインターナショナル、フィッシュドーラアルバイコリス。 IUCN Red List of Threatened Species バージョン3.1 International Union for Conservation of Nature 2020年4月27日閲覧ありがとうございます。